続いてのプレゼンターは情報整備局の和田浩二さんから行っていただきますそれでは和田さんお願いしますはい、情報整備局代表の和田浩二と申します消防団専用の防災アシストアプリ SAFE と書いて政府と呼びます このアプリは地域防災の要である消防団活動を支援するために開発しました。本日のピッチでは政府を自治体様へご案内していただける方、また全国展開をする上で代理店様を探しておりますのでご紹介につながればと思っております。よろしくお願いいたします。火災情報システムの特許を取得しております。 簡単にプロフィール自己紹介です、えー、福島県須賀川市出身後と次の稲作農家元消防団員、えー、私と肩を並べている左の人物がシステムエンジニアの斉藤です、えー、我々須賀川市消防団員であることから課題解決に向けて開発に至りました、えー、そして2020年度現在福島県内において 九県、えー、の自治体様で運用させていただいております来年度は倍近くの導入になりそうです、えー、復興庁主催新しい東北復興ビジネスコンテストで優秀賞総務省主催、えー、ICT 地域活性化対象で大賞を受賞しています、えー、消防団とはですけれども火災や台風地震などの災害時に活動する組織です 全国で85万人、消防署員の約5倍の人数、江戸時代に全身が発足され、令和の今に至っております。また消防団を強化するための法律も制定されており、消防団の重要性が高まる社会的背景があります。 その消防団活動をした経験から以下の3つの要素が火災発生時において重要だと感じました。1つ、団員全体に向けた素早い火災の通知2つ、火災現場と推理値の把握3つ、リアルタイムな出動状況の3つです。これらの要素が1つのアプリで把握できることが重要です。全国のの出件件数は約4万件です木造住宅の場合 約20分で全焼沈下までの時間が延びるほど炎焼の危険性が高まりますまた消防団の抱える社会,系社会的背景として団員数の減少非雇用者の増加によって日中地元にいる団員が減少しておりますので火災発生時にいかに効率的に団員を集めるのかということが重要な課金となります。 平均年齢昭和40年の、えー、33歳から平成30年で、えー、41歳団員数は53年間で63%に減少非雇用者率は73%に、えー、これこちらは連絡体制の一例です火事ですとあの119の通報を受けたあ消防署から電話や E メールなどで消防団幹部へまず連絡が入ります そこから下部の団員へ手動でそれぞれに電話や LINE などで伝達されるためそこでタイムラグが発生してしまうという問題がありますこれを政府を導入していただきますと消防署から受けたメールをもとに消防団へ一斉,に一斉に通知されますそして火災現場推理の把握出動状況と出血情報の共有ができます 数理、えー、というのは消火栓や防火水槽のことです。それでは実際にアプリを見ていただきたいと思います。ズームの共有を変えたいと思いますはい、これはあの、えー、iPad なんですけれども、実際に火水があった際のシミュレーション ののような音で火災のお知らせが入ります、えー、アプリを開きますとこれは地図と航空写真に切り替えられまして加点ボタン火災発生現場を開いて地図アプリで開くということで Google マップなどのナビアプリに連動できましてナビを開くことができますそ,そして近くの推理赤色が消火栓、えー、そして青色が防火水槽ということになります 団員はまず右下の返答というボタンを押していただきまして、頓書、現場、欠席というのを選択します。どこに行けるか。そして何分後に行けますか。10分後です。ということで、テスト三郎さんは、えー、10分後に到着予定ということになります。班内で、えー、共有できまして、えー、一番上がテスト三郎さん、既、え、読、ー、そして5、えー、名編成なんですけど、未読という既読とかありまして、 アプリを開くと既読、開いてないと未読、なので、火事に気づいてない方には、今度、電話で促すということができます。続いて、車両を、ン所から出動しましたよと送ります。そうすると、案内で共有できて、そして、到着、現場に到着しましたと押しますと、えー、押した方の現在地に、えー、消防車両が、えー、配置されるという仕組みになっております。 アプリの説明をえますので共有を止みま,、はい、ません、これらの機能によって団員は瞬時に最適な行動が取れるようになります。右側がイメージです、火災発生、そして全大に通知、火災現場の把握、推理の把握、出動状況の共有が瞬時に行えます。 消防団員は地域防災の資産ですその価値をその行動力を政府で最大化できますビジネスモデルです自治体様と契約を交わし消防団員が利用していきますすべての一般住民の方が恩恵を受けます市場ですけれども約10億円の市場規模のうち5年で、えー、30%の3億円を目標にしております 今後の展開としまして改良を加えながら全国へ展開していき地域防災力の向上に貢献そして魅力あるまちづくりに貢献していきたいです政府を自治体様へご紹介していただける方代理店様を探しておりますぜひともよろしくお願いいたしますありがとうございました和田さんお疲れ様でしたスムーズなピッチに驚いて聞いてしまいました